さて、一体何用かな。私を討ち、過去の禊でも果たすつもりかね。思い上がるな、松永。すでに貴様などいくつに過ぎぬ。ただ覇王として足利の先兵を討つ。それだけよ。その通りだ秀吉。これは太古なんかじゃない。 敵方など誠にあっけないものです。天族が席、ここに果たせ。私は誰だ。なあ、豊臣の将たる者が不甲斐なし。 ものは天魔の前。これは僕にとってとても大切な戦なんだ。意を踏んでくれるのならば速やかにここを去って。大丈夫だ、まだ生きている。 君と共に立ちたかった。ただそれだけだった。ハンディ、我らの夢必ず果たしてみせる。敵対将を撃つまで、ご無理は禁物ですぞ。総力をもって世に当たらなんだ。その豪華にしよう。やはりあなたこそ 私がはべるにふさわしきお方。<笑>存分に戦うがいい。期待しておるぞ。ははー！ なるほど、私を足へとしたいか。いいだろう、覇王。私に教えてくれたまえ。悟空、クマ、一足先に戻っていたまえ。私は少し彼の青年と話をしてこよう。 思いを知っていて、なおこの戦場へと連れ出した。結局は今日もまた乗り越えてなどいなかったのだな。やろ、皆殺しだ。まあ念を押すまでもなかろうがね。拭いきれずにいた弱き。か、半兵衛よ、 我は、お前の理想などではなかったようだ。神塾、この地はすでによく改造。どうやら拙者がこの戦場にて進化さねばならぬようだ。慈しむことは素晴らしい。殺すこともまた素晴らしい。戦場の怖くて、この軍にいるおかげか。 我に交代などなし。ただ前進、そして勝利あるのみ。刑は私より。
よほど強欲だな。来るなら早く来たまえ。私が壊してしまうよ。慌てるな。つぶさに戦況を報告せよ。奴らの進軍を止めることができなかったとは。確かに K は今を見据えているようだな。だが K の友人は必ずしもそうではないようだ。しかし命よ、アリー教官を眺めに落とす。あなたの世話は変わりません。たとえ天魔を宿そうともね。まことに強くとはこういうものか。兵ほどの富に巡り合えるとはな。いや陽子、二人とも力の断りからは逃れられぬ。我がいる限り落ちる。ただ通りの抵抗ならば結果だ。間に合っているよ。火に這いつくばるのみか。ずらしているな。水害部徳潤わせよ。我喉の奥底に渇きを覚えり。お前の歯の力感じるぞ。秀吉様ほど視野を広く持てるお方は他におらぬ。天皇の身血を砕け。強きはより欲するもの。それよりつかむ力。滅びへと誘うだけの天ならばこちらから願い下げよう。この程度の力で将を名乗るか。急げ急げ俺、真の像なんて口から出ちまえ。そのすぐ夢幻のごとくなり。熱とは限りあるものだ。だが彼は違うと言った。フクロウもまた鳥だ。羽をもがれてはかなわないな。俺は昔お前と一緒に戦ってやれなかった。せめて今度こそはってそう思ったのに。誰もが同じ願いを抱くか。過保護者だな、母親。喧嘩する相手を間違えちゃいけないよ。敵方の勢いが衰えない。何か手を打たねばなればいい。さあ引きずり出してくれたまえ。私のうちにてコンコンと眠るこのかけらたちよ。すすけ者の世を我が息吹にて。
その程度の失態、私のそれには及びません。完全世界のいずれにも世を制しうるものはなし。